ということでね、めちゃくちゃやばいね4メリがここにあるんですけれども、超有名車両なんですけれども、今回はねこちら目玉車ありますよね。西九連のね会長の車両なんですけれども、今回ね、はい、仕様変更されたということで、もうね詳しく解説していただけるということで、ちょっとお願いしますよ。はい、ね、2代目アゴさん、はい、早猫西九です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、いや今回の会長の車はバッと変わってしまって、はい、あのね、前に比べて全然前が違うでしょ。はい、もうフロントのね延長具合がすごいです。悪さ見ちゃってきたから、この辺がバーンと、なるほど、やばい、やばいっすよ。はい、この悪さ、悪さ、ね、今回モチーフしたのは悪さ、はい、これちなみになんですけど、ヘッドライト、これ何用なんですか。これはね910の910ブルー。なるほど、ショーレルグリバー突っ込んで、なるほどなるほど、ちょっとね詳しく近くでねちょっと見せてもらいましょう。この R の、この R、なるほどなるほど、が自慢の、これはい、ということでね、この R とこの R がね自慢と、この R とこの R、はい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 、目指したか、これはもうあれですか、あの理想通りというかイメージ通りの車両になりましたか。なってる、この間もっと長くしたけど、うるさいね。うるさいです。そうだ、はい、そしてねそこでもうつらつらよ、はい、ここね、つらつらのフェンダー、なるほど、これねロンシャン入ってるんですけど、こんな極太ロンシャンがねつらで収まるってすごいですよ。すごいでしょ、はい、オリエントはここ空いてるけど、はい、ちょっと空いてるフロント、なるほどなるほど、フロント10、フロント 10J ね、リアが12と、 10J と12、ちょっと待って、この下から覗いてみる、この箱の下さこれもここまでしかカメラ行かないんですけど、なかなかいいでしょ、これはやばいっすね、ああやばいっすね、この低さはもう、もう見えんね向こうが、ね、ということで、そしてここねサメラダクトも、そうね、これもやっぱこだわりあるんですか。こだわりっすよ、もううちの佐世保の板金屋さんが一番こだわりのところ、はいはい、なるほど、あのね造形がシャープでね、エッジが立ってて非常にかっこいいです。いいでしょ、はい、そして77番、そしてね4メリでね、ここまで綺麗にね、このリアフェンダー作ってるのなかなかなくないですか、これ。そう、これ鉄板のセットなんですよ、これ。ね。これ、あれですよね。後ろのドアって開くんですよ。開きますよ、バリバリ。素晴らしい。ここまで作ってるから。ちゃんとね、ここを作ってるっていうことでね。フェンダー切って全部ここは作り直して。なるほど。ね、抜かりなしということで、そしてこの 12J の極太具合。いかがでしょうか、素晴らしいというふうに思います。そしてこのマフラー、まあ言うたら四国出しって言うんですよ。四国出し、なるほど、ここから出すのは四国出し、なるほど、初めて知りました。四国の人たちがみんなここから出すけど、はい、うちの会長もここから出す。なるほど、じゃあ僕今度この仕様の車を見かけたら、あ、四国出しですねってちょっと知ったか知ったかやってる、四国出しやねはい、ここですね、はい、ちょっともうスズちゃんさんもいますね。そしてリアもこれもこだわった、はい、これもこだわった、俺がこだわった、これね俺のパーツも入ってる、なるほどここがね、これそしてこれ、はい、もうこれはレンズも塗って、はい、流れる、流れるんですか、流れる、ウインカーが流れる、ちょっと流してもらってもいいですか、流してみる、安くに流してください、もうほんとこれだけで26万買ったんです。めっちゃ詳しいんだろめちゃくちゃ変わってる、すごいハザードもうこれ、あーすごい、これを広島祭りに兄貴見せたくて、なるほど、これは金かかってますね、これ中も全部削って、はい、全部インに入れて、もうだから収めるためにも加工加工加工ということで、ね、これは絶対出てしまうっちゃ、でかかけ中なるほどなるほどなるほど、こっちは加工したけんか、なるほど、これ自慢っす、
これはね、俺はもう1週間に1回見に行きよったけいや、バナナテール、ただバナナテールなだけはね結構見るんですけど、これは本当にこだわってる。隠し扉がね、隠し扉を、はい、意味がないんですけど、これ開くんですよ。あ、なるほど。安く開けてください。いや、私は弱やな。いや、これね、俺だったから上からじゃないですか。上か下か開くんですよ。上から多分開くと思います。あの ガソリン入れるとこっすもんね。いや、これなんもないの。元元はまあ、もう開けない、とりあえず開けないってことでしょ。開かない開かないということでね、会長のも、はい、会社ということで今回生まれて変わったね、ちょっと引きでね、撮ってみましょう。めちゃくちゃかっこいいですね。テーマは、はい、ワルです。ワル、ね、こちらにね、ちゃんとテーマはあるんですよ。ね、ワルナスカイラインということでね、はい、はい、ということでね、お届けしました。今回も炎天下の中開催ということで、会場設営から事前の準備まで広島スズランレーシングの皆様、本当にありがとうございました。そしてね、今回ヒデチャンネルステッカーを無人販売という形で販売させていただいたんですけれども、売れ行きもね、まずまずで、本当に皆さんありがとうございます。相棒サンバー君も往復1000キロの旅、お疲れ様でした。そしてね、撮影させていただいたかっこいい旧車たちはね、これから続々とアップしていきますので、チャンネル登録をしてお楽しみにということで、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。次に紹介されるのはあなたの愛車かもしれませんよ。バイバイ。パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。